ご覧の皆さん、いきます。水曜の夜はとことん投資やりますせ、どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして進行 MC の大橋ロコです。そしてこんばんは、今週の番組アシスタント桐島聖子です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はどういうプログラムですか。さあ、先ほどねユーロもパリティをちょっと割り込んで、で反発というようなこともありまして、うん、為替市場 言ってた通りやな、ね、はい、為替市場について徹底的に解説いただこうと思います。ユーロドルも売っといてよかったわ。いいじゃないですか、うん、ちゃんと売ってました。もうリグ言いましたけどね、今日しっかりとしっかりリグ言いました、しっかりと取りました、番組でもね言ってましたからね、うん、はい、元インターバンクディーラー竹内紀博さんにスタジオにお越しいただきます。はい、さあユーロドル、そしてドル円、うん、なんでこんなにね止まらないトレンドなのかと、うん、そのあたりを解説いただきたいと思います。そうやね、はい、ちょっとずっと動かん時代が多かったんで、急に動きしたらこんな大きく動くねんね。そうですよ。ドル円も137円行きましたからね、はい、もうお前何年の時132円の時もなんかもうそロスカットに引っかかってやる、今でも悔やまれるわ。ドル円買っててやられちゃうって珍しいね。珍しい、あのスイスの時だけ、ね、スイスのね利上げの時だ けロスカットなんか入れるんやなかったわ、ほんまに思ったわ。すなー、本当にそういう時もあるんですよね。ありますね、ほんまにね、はいはい、後半はマーケットのリアル総実総合研究所安田佐和子さんにアメリカの住宅市場に異変がということと、はい、それから先週の金曜日雇用統計発表になりました、うん、労働市場しっかりしているように見えるんですが、はい、果たして本当ですかと。そうね、今日は CPI も発表されましたけど、ね、そうです、アメリカのインフレ率高いですね。高いな。はい、前年同月比で 9.1% という数字が出ました、うん、5月分は 8.6 だったんですが、うん、予想が 8.8 のところ 9.1 という数字が出ました。全然インフレ対策できてない前月比でね、5月から6月のたった1ヶ月で、うん、インフレ率 1.3%、うん、上がってますので、ちょっとなびっくりすんな。そうするとまた金利この上げ幅がね、うん、7月は 0.75 って言われてたけど、うん、どうなるのみたいな話が、ね、為替市場では重要になってきますね、はい、そして今日の投稿のテーマですが、はい、これだけは贅沢しています、うん、さあ、あらゆるものが上がっていきますね。今価格が上がっていく中で、うん、これだけは上がっても贅沢するっていうのなんかある？はい、私まあ、日常的に使っているコスメなんですけれども、はい、私ブランドコスメでディオールのコスメが大好きなんですよ。ディオールなんですね。そうなんですよ。なのでそれで揃えてるんですけれども、ディオールなんか今上がってるよね。あ、そうなんです。今月も値上がりしてしまいました。今年もう2回値上がりしちゃってるんですよね、はいはい、それは為替の関係やからね、はい、デパコスを使ってるわけですね。そうなんですよ。だから値上がりもしちゃってるんですけれども、やっぱり自分のモチベーションにつながるものなので、うん、そこは贅沢したいと思って、はい、これコスメ、それとも基礎化粧品、コスメの方。ああ、コスメですね。コスメですね、はい、色をのせる方というか、色のせる方で、はあ、デパコスですか。今プチプラでもすごくこう優秀な、ね、化粧品いっぱいあるんですけど、確かにそうですね、すごいわかります。うん、そうなんですね、まあ、好きなも好きやからね。そうなんですよ。自分のテンションもそれに塗ると上がるからね。本当にそうなんです。それをこうパタッとこう開ける瞬間、やっぱりね、うん、見た目も可愛いので、やっぱ自分の気分が上がるんですよね。上がるっていうのはありますね。はい、はい、誠さん、なんか贅沢これだけは譲れない、コスメかな誠さんもですか最近男子も本当にさ、眉を描いたり口紅塗ったりするからさ、ね、もうやめてよね、もう本当にもうということで、ま、最近はでも本当に日焼け止めはええの買ってるわ。あ、なるほど、確かに日焼け止めだけは本当にいいの買ってんな。使い心地大事ですね。いや、もうさすがにほんまに焼けすぎるってやと思った。40度の近くになった時、ほんまにあの時慌てて買った。確かに名古屋は焼けるからね。焼けますね、はい、ほんまにね。今日はこれだけは贅沢してます。送ってください。この後30分から本放送スタートです。
GMO クリック証券プレゼンツ、北野誠のとことん投資やりまっせ。はい、どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして進行 MC の大橋ロコです。そしてこんばんは、今週の番組アシスタント桐島聖子です。はい、よろしくお願いします。そして今夜のゲストでございます、元インターバンクディーラー竹内のりひろさんです。こんばんは。こんばんは、竹内のりひろです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。為替今年は動きますね。来ましたね。やっぱりちょっと 2,3 年死んでた分一気に動いてくれましたね。動き出すと強烈に動きますね、やっぱりね。まあ、いいことですよね。昔はちょっとね 2,3 ヶ月、まあ、今年の前半はそんな大して動いてなかったですけど、ね、3月ぐらいまではですね、うん、もう毎日朝起きると、うん、前の日の寝る前と同じで、うん、もうやる気がなかったっていう時代がもう 2,3 年続きましたけど、うん、今は朝起きるとやる気がしっかり上がってますね。いいことです。楽しみですよ、ね、楽しみですよ。やっぱ動かないと面白くないですもんね、はい、そうね、動いてなんぼがですからね。やっぱ為替取引をしてる人は動いてなんぼがやっぱなりわいの世界ですからね、うん、やっぱ動いていただかないと困りますね。はい、さあここからどう動くのかということも気になりますのでね、はい、ドル、ユーロ、そして円の動向を伺っていきたいと思います。そして後半は総立総合研究所安田佐和子さんにご登場いただきます。さあ住宅市場がやはり急減速しているようなんですが、住宅銘柄は切り返している、まあ、この不思議についてお話しいただくのと同時に、アメリカの労働市場、非常にしっかりしているんですが、これが果たして本当なのというところ、安田さんならではの緻密な分析で紐解いていただきたいと思います。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、これだけは譲れないの値上がりの今でもこれだけは贅沢しますというものがあれば教えてください。コスメというのが、誠さんと聖子ちゃん2人のお入り、まあね、2人の譲れないコスメは大事。考えてみたら、でもあの育毛剤とかは結構ちゃんとしてないコスメですね、はい、あ、まあ、カテゴリー的に、カテゴリー的に、はい、あれ使っいいのあるんですか。今も僕が使ってるやつとかはね、やっぱり結構信頼している。いや、もう考えたらほんま信頼してますね。信頼してるメーカーが、まあ、信頼してることもないけどまあまあ高いな思いながらやっぱ使ってまうもな。やっぱり買ってしまうっていうことなんですね、うん、竹内さん何かありますか。あの特に贅沢してるっていうつもりはないんですけど、ただ毎月毎月クレジットカードの支払いを見ると、うん、なんでこんなに使ってんだろうなっていうのとよくある話だ。あとは大して乗らない車に毎月毎月なんでこんなにランニングコスト払ってるんだ。車ね、そうなんですよ、車のランニングコスト本当にちょっと思うな。ガソリンも高いしなと。ガソリンも高いですし、で一回給油に行くともうすごい額になる。使いますよね。そういうことなんですよ。で自動車税を毎年毎年5月に払うと、うん、何これってことになるんでちょうどいろんな税金来るの5月とかね。そういうことなんですよ。でじゃあ車にかかるコストって一月にならすといくらかなって考えると、うん、保険も当然入るわけだしね。いくらかかるのかなって考えると怖くなんで計算しないようにしてます向き合わないようにして。そうなんですよ、あの向き合わないようにしてるんです。だから見ないようにしてるんですけど、いざ見るとやっぱショック受けますね。まあ、だから今の若い子たちはそのミニマムでね、まあ、そんな贅沢品いらないよ、車なんかいらないよみたいな人たちいますけど、うん、まあ、こんぐらいの世代になるとやっぱ車かかる、やっぱり持っときたいよね。持っときたい、乗らないのに持っときたいみたいな、ね、そうなんですよね。でやっぱ今周りでも駐車場見てると、うん、あのカーシェアってあるじゃないですか、うん、カーシェアリーね、はい、置いてますよね。ありますよ。でやっぱ使ってる人いるんですよね、うん、まあ、スマートだなと思いますよね。スマートだな、うん、そうすればいい。いる時だけ乗ってだけ残ってるんですね。めっちゃ便利。そうですよねと思うんですが、手放せないということもあるし、うん、ある意味病気ですよねまあそういうの皆さんあるんじゃないですか。これだけは贅沢してます。そうそう、竹内さんに生きてきた世代の人間はシェアリングというよりやっぱ持っときたいと思っちゃうんですよね。そうなんですね。そうそう、うん、これはもう育ってきた環境にもよりますからね。はい、わかる気がします。はい、送ってください。番組の後半でご紹介をさせていただきます。ではこの後、誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです。北野誠のとことん投資やりまっせ。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日は142円11銭高 26,478 円77銭で取引を終了しました。先週にねちょっとその ETF の分配金の、まあ、売り圧力が 1.1 兆円というふうに言われて見構えたんですが、まあ、それほど大きな下落はなく、あれ多分結局月曜日ぐらいで結構売られた時に、うん、あれやっちゃったんちゃうかなと。なんか当日よりもね、もう出ちゃってたんですかね。もう出ちゃった、もう月火は結構売られたので、うん、その時に出たったんじゃないか。俺あの時からトピックス売ってたのに買い戻さんとほっといてな、全然下がらなかった、ね、下がらんかったですね。俺損切りしたぞ週末にはね腹立ったわ、もう本当腹立ったわ。かといってじゃあ上がるかというと上がらない、上値も重いんですよ 今ね、日経ってね、うん、あの2万6000円と2万7000円の1000円のレンジを動かしてるだけ、レンジなんですよ。2万6000円割ると買ってくるし、うん、2万7000円超えると売ってくる、はい、そうやる気のない相場ですよ ね。 そうやね。もう今為替やってた方がいいですねっていうぐらいね、うん、そうです。まあ、ただあのこの7月に入ると主力の決算発表がね出てきますので、それによっては何かこう同意づくなんとかショックになるのか、何々がこうものすごく良くて全体のこう金を上げるか、まあそういうのが出てくるといいんですけど ね。でもねだんだんお盆に向かっていくので、お盆はだいたい売り仕掛けされて商い欲しい時に落ちるっていうのでパターンやからね。そうですね、特に為替なんかお盆は円高になりやすいですね。そうですね、で今年はどうかと思いますけれどもね、うん、どうですかね。今年はちょっと例年と違いますね。違いますね、違いますね。ちょっと例年のコンセンサスというのが当てにならないかもしれませんね、今年はね。はい、ではアメリカのマーケットです。ニューヨークダウ昨日は192ドル51セント安3万981ドル33セント。そして今始まっておりますニューヨークダウは259ドル安 0.85% 安というところで始まっています。ナスダックは 1.59% 安179ポイント下落ということで、まあ今日の CPI の結果を受けたらね、竹下さんやむなしですね、これはね。そうですね、さあ CPI 振り返っておきましょう。アメリカのインフレ率で消費者物価指数数字出ました。前年同月比 9.1%、 予想は 8.8% でした。 9.1% という強い数字が出ています。5月が 8.6% でしたので、随分インフレ率は加速したということになります。そして前月比全然対峙してないよだからやっぱりちょっとちまちまやりすぎてんじゃないの、利上げっていう話はね、うん、出てきてるよ ね。そうですね、だからその最初に3月に 0.25 やって、5月に 0.5 やって、で6月に 0.75、 ちょっとずつあれまずいまずいまずいって増やしてますけど、7月どうなるんですかね。今週になって見てると、うん、75ベーシスポイントですけど 0.75% 以上の利上げはもう 100% 織り込んでるんですよ。以上ですか。以上です。ですからもう 0.75 75ベーシスをやるんですけれど、うん、週明けぐらいにはですね100ベーシスですか、 1% の利上げ 6.4% 織り込んでたんですよ。で今日さっき CPI 出て100ベーシスの利上げどこまで上がってるかなと僕確認したら 41.6% まで上がってました。あらららら、それはやっぱり株は下がりますよね。それは歴史的にね1回のね会合で 1% の利上げなんていうのあったんですか。いや僕の知る限りではないです。かつては94年に75ベーシス2回やったっていうのがありますけれども、はい、多分それに並ぶのはまずほぼ確実でしょうけど、おそらくだけどこの調子でいくと100ベースやらざるを得ないんじゃないですか。どうなんですかねっていうのを今織り込んで、株式はやっぱりちょっと弱いということになりますね。まあ、あのこのような、ちょっとこうインフレ率が高い、そして、金利がものすごく勢いよく上がっていくということで、もう来年にはもう景気後退来るだろうみたいな、ね、話から利下げというのもね、リセッションとか利下げというのもまあ織り込むような動きがあったりするんですが、まあ、本当にあのもうコモディティ市場も景気後退を織り込むような動きで、 WTI 原油価格は今96ドルですよ。一時期130ドルまで上がってたんですが、商品市況にも異変が生じております。その前からどう下がり出してましたからね、カッパーね、景気の先行指標というより、うん、どうの価格どんどん下がってたんで、
あれも景気減速ってことなんでしょうね。おそらくそうですね。普通はこういう時だったらコモディティがな、石油とかあんな上がったら銅も上がっていくはずやないけど、銅が先に落ち出した時、あ、そうか、うん、もうリセッションなんやなと。そうですね。だからもうそんなに商品作ってもダメやろっていうとこを織り込んでいくってことですもんね。そうですね。だからいよいよ原油も下がり出したみたいなところあるんですが、うん、さあちょっとマーケット荒れ模様です。今日はあの竹内さんに為替市場の構造の改革というか構造の異変ですね、変化についてお話を伺うんですが、まあ、本番中もちょっと結構動くかなというふうに思っております。ではここで聖子ちゃんが気になったニュースのピックアップです。はい、将来就きたい職業アンケートということで、クラレが今月7日今年3月に小学校を卒業した子どもたちに将来就きたい職業を聞いた調査の結果を発表しました、はいはい、その結果なんですけれども、うん、女の子が昨年は4位だった漫画家とイラストレーターが初めて1位となりました。漫画家は1位なんですね。女の子、そうなんですよ。なんか毎年まあ人気のイメージはあったんですけど、ついに1位になりまして、またこの、はい、男の子はスポーツ選手がなんと11年連続トップ。ここはもう変わらずなんですけれども、昨年4位だったゲームクリエイターが過去最高の2位に。ゲームクリエイター、あれなんか最近って YouTuber が人気じゃなかったでしたっけ。ですよね。なんか毎年ランクインしてるなと思ってたんですけど、その YouTuber は今年は6位に、あ、はい、落ちてきてる。そうですね、昨年4位だったんですけれども、はい、6位になりました。ちょっとね、結構入れ替わりがありまして、やっぱなんかこのコロナ禍の影響なので、そのゲームクリエイターもすごい今時ですよね、はい、このゲーム需要の拡大だったり、はいはい、e スポーツも人気あるので、はい、他にもその私がすごい気になったのが、この1位の内訳なんですけど、このスポーツ選手の内訳でもサッカーがこう 37.1%、 野球が 29.5%、 そしてなんとその中でもe スポーツが 7.6%。 あ、スポーツってもそっち。そうなんですよ、スポーツ選手の中にも e スポーツって入ってるんだと思って。そうなんですよね、なんか子供が憧れるスポーツに定着してきてるのかな。なんか私大谷の影響かなと思ったらそうでもないのね。私 e スポーツ選手の名前はちょっと思い浮かばないです。いや私もそうですよね、なんかそっちはゲームっていう括りだったんですけど、ね、今スポーツ選手っていう括りになってるんだなって思ったのと、あとその女の子の方でも、はい、漫画家イラストレーターってあるじゃないですか。これでも内訳でなんとイラストレーターが8割を占めてるらしいんですよ。漫画家じゃないのね。そうなんですよ、私も昔小学生の頃漫画家になりたいなって思ってたんですけど、なんか当時はやっぱイラストレーターよりも漫画家の方が主流だったじゃないですか。でも今ってツイッターだったりいろんなツールでそういうなんかイラストを公開して自己プロデュースできる世の中になってきたり、目に触れる機会もあるので、なんかもうツイッターで絵師さんとか言いますよね。そうです、イラストレーターのことね。そうなんですよ、新しい呼び方だなと思ってますけど、うん、そうなんですよね。なんか動画の歌ってみたとかの動画に絵師さんがイラストをつけたりっていうのもあって、なんかやっぱまあ若い、まあ、この目に触れる機会が多いので、やっぱそういったイラストレーター憧れる子が多いのかなって。なのでランキングがやっぱり本当になんかその時代時代にめちゃくちゃ反映されてるなっていうのを感じますね。まあまあ小学生だったらね、個人トレーダーって知らんからな。かっこよすぎますね。ランクインしてない個人トレーダー。知らんもん。そうですね、知らんもん。トレーダー知らんか。そこで心を出してるのかっこいいです。お年玉ぐらい集めて、あの中学生ぐらいで初めて株買ってみたっていうのは結構いてるはるけどね。そこから株ずっとやりだしたって人言ってるけど、小学生じゃまだちょっと無理やな、触れてない世界かな、うん、そうですね、もうちょっと大きくなってからそうやね、憧れスキャルピングとか言ってくれへんよ、ね、すっごい会いたいわそういうこと言う小学生ですね、なかなかレアだと思います本当に。はい、誠さんの時代は何が流行ってました？なあ、でもやっぱり1位はプロ野球選手ですからね。プロ野球選手、そこはもう変わらずなんですね、うん、変わらずね、うん、でも今のそのプロ野球選手のやっぱり大谷翔平の活躍はすげえ大きいと思うよ。と思いますよね。日本よりやっぱりメジャーリーグっていう思考強いと思うからね、うんうん、日本のプロ野球もね頑張ってほしいですよね、確かに。はい、ということで、その時代を映す子どもたちのなりたい職業ランキングという話でした、はい、ではここからはコマーシャルを挟みまして、竹内紀洋さんに為替について伺っていきたいと思います、うん、大橋弘子投資一筋運十年、北野誠のとことん投資やりまっせ、あれごー。
田誠のとことん投資やりまっせ。霧島聖子、投資家1年生です。さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして元インターバンクディーラー竹内範弘さんに伺ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、竹内です。よろしくお願いします。さあ今日のテーマは構造転換が進む為替市場ということで、何かが変わってしまったのか、動かなかった、あんなに動かなかったドル円もものすごい勢いで円安が進んで、なんか悪い円安っていうふうにね、メディアが書き立てているという状況になってきました。そして今日先ほどですが、ユーロドルがまたパリティを一瞬割り込むという動きがありました。いやこれ歴史上パリティってあったんですか。これパリティというのを割ってた期間って実は結構長くありまして、要はユーロが導入されたのって1999年なんですよ。9年ですね。でそこでその年の初めに 1.14 台というところで取引始まって、でその後なんですけれども急速に売られていって、あっという間にパリティ割り込みまして、2000年の10月に市場最安値の 0.82 の26ってとこまであったんですよ。ですからその水準から考えるとまだまだ高いんですよね。そうユーロって発足してどんどん売られて売られていったよね。最初その記憶はある、でパリティ割ってたんですけど、でその後急回復してリーマンショックの前に 1.6055 ってとこまでいったんです。ああそうかそうか、ちょうど倍になったんですね。ほぼ倍近くになって倍近くまで行ったんです。そうか、あれはリーマンはアメリカ発足でしたからね。だからちょっと逃避する意味であのユーロに行ったんですよね。そういうことなんですね。要はまた一つの通貨っていうことが誕生して、やっぱり中央銀行なんかが外貨準備のためにユーロを必死になって買い進めてそこまで上がったわけですけれども、ちょっと今ユーロの置かれてる状況というのはちょっと援軍がない状態、四面楚歌みたいな。なるほど。じゃあちょっと順を追ってそのね、ドル円とユーロドル何が起きてるのかということで、どっちにしてもこれドルが強いですよね。もうひたすらドルが強い状態なんですけれども、まずじゃあそのドルから見ていきましょう。はい、じゃあまずドルを見ていただくときに、通常我々がその相対的な強さを見るときに実質実効為替レートっていうので見るときがあるんですけど、これは要は各国の物価状況なんかを見る場合で使うんですけど、ただこれはあの国際決済銀行から月に1回しか発表されていませんので、あまりこう使いにくいということで、通常我々が使うとなるとドルインデックス、日本でドル指数なんていうふうに言いますけど、これ使ってくるわけですけれども、このところのピークで 108.40 まで来てまして、やっぱりこれが2002年以来のですね、高値水準なんですよね。このドルインデックスというのは、まあ、あのドルの相対的な強さというものを見るものなので、まあ、いろんな通貨対何いろんな通貨の総合的なドルの強さですよね。そういうことなんですね。でちょっと 見誤ってはいけないのは、ちょっと次のページをご覧いただくことにしますと、ユーロの比率というのが 57.6% ということで過半を占めています。ですからそうするとじゃあこのドルインデックスってユーロ相場の代理変数っていうふうに 見られがちなんですけど、ユーロが下がるとドルインデックス上がりやすいよねってことになるんですね。おっしゃる通りです。ただここのところに来て、ただドル円でも24年ぶりの高値を更新してますし、ポンドドルもコロナショックの後の安値に近づいてきてますから、単純にユーロ安だけがですね、このドル高を形成しているというわけでもないんですよね。まあそうですね、ユーロ円ポンド、まあ、総合的にっていうことでもあるのかなという気がしますが、まあ、これ全部弱いわけですね。全部弱いんです。対ドルが強すぎて、はい、他が弱すぎて、もう完全ドル一強の状態になる。一強なんですね。そうやね。じゃあそれぞれに何か弱い材料があるのかってところから、そういうことですね。はい、見ていきましょうかね。はい、じゃあまずドル円を見ていただくことにして、ドル円ですけれども、これも98年以来の高値水準で、こんなに動くとは思わなかったのか、思わないですね。137円の75銭までこのところありましたけれども、これが98年以来の水準ですよね。で去年今年に入りまして、一回ここに お招きいただいた時に話したのは、だいたい昨年の末に今年で3回しか利上げを織り込んでなかったんですけど、蓋を開けてみるともうそういう状態じゃなくて、年末に 3.4% になるぐらいまでもう織り込んでますから、これはやっぱり
情報修正してドル高っていう方にですね傾けていかなければいけないんですが、いずれにしてもドルが高い。98年、この時は日本では山一証券とか、あるいは日本債券信用銀行、あるいは長信銀がですね、バタバタと倒れていって、まあ、ちょっと日本売りのような様相になって、景気だっていうのをみんな実感した年でしたね、98年ってね。でその後はタイガーマネジメントが破綻して、ドル円が2日で25円下がるということが起きて、まあ、それ以来の水準なんですよね。ですからまあ歴史的なドル高水準なんです、に戻ってきましたよということですね。このドル円相場がこうなってるのは、まあ、ドルが強いというだけじゃなくて、確かによく言われているのが日米の金融政策の格差というのは日々ですね、メディアが報じているところですけれども、ここに来てやっぱり定着しつつあるのが貿易赤字の傾向なんですよね。でやっぱりこれは過去どんなことがあったかというと、2011年に震災がありまして原発が止まりました。そして火力を復活させたために、火力発電のために LNG、液化天然ガスをたくさん輸入しまして、日本の貿易収支の構造ですけど赤字に転換してしまった。でここにアベノミクスが加わって大幅な円安ドル高になったっていうことがありましたけれども、今がまたそのような状態と似てきて、また貿易赤字が拡大してきた。これはやっぱり原油が上がり、ガスが上がり、LNG が上がりということで、輸入コスト自体が上がっちゃったってことですね。はい、おっしゃる通りです。ですから同じ数量を輸入した場合、単価が上がってますから支払いが増えますよね。ですから国富と言ってますけど、要は日本のお金が海外に流出していって、資源を持たない日本が貧乏になっていって、資源を持っている国が余計豊かになるという、完全に二極化構造で、日本はそうした中で通貨安がまた加速してきてるっていうことですね。はい、まあ、ここは一つ貿易赤字がこう状態化してしまったんですが、日本で自給できるエネルギーである原子力のまあ稼働全部もしかして稼働できるということになると、この構造も貿易赤字の構造も変わる。今ちょっとずつ稼働させてますけどね。動き始めましたね。やっと始めましたね。まあ、まだねちょっと全体で見れば少ない。少ないけど、まあ、動かすのに大変時間かかりますからね。そうですよね、点検してね。はい、行きましたって、スイッチバンってブレーカー上げるわけじゃないからね。行かないからね。そうですね。だからこれがすぐに改善するかっていうと、そうでもないないですね。じゃあこの赤字というのが為替に、及ぼすインパクトというのは円安ということになるんですね。そうですね。これ円安、この貿易赤字というのはこれ実需なので、確実に円売りを伴って、我々がよく為替売買をするより反対売買を持ち込まれませんから、確実に円売り材料なんですよね。要するに油を買うのにドル買いしなきゃいけないっていうことですね。そういうことです。円からドルに変えてそれで油を買う。そうです。いわゆる実需の買いですね。そうですね。反対売買ないわけですよ。そうそう、ね、売ったから買い戻すってやつじゃない。そういうやつじゃないんですよ。というのがまあ大きな最大の要因の、日本は本当は輸出大国で輸出で黒字でみたいな話だったんですけどね。もうそういうふうなことからはちょっと転換をしてきました。変わっちゃったんだね。はい。じゃあこれがまあ円安の一因であるということですね。ドル高だけでなく、そういうことです。ですからドルの要因と円ということを考えると、ドル高の要因もしっかりありますし、円安の要因というのもあって共存して、それが結局ドルが円売りをより強いものにして加速させているという側面があるわけですね。はい、まあ、プラス黒田日銀総裁のスタンスもまだ緩和を続ける、躊躇なく緩和を続けるっていう、昨日もなんか支店長会議でおっしゃってましたね。昨日だか一昨日も言ってました。一昨日ですね。言ってましたね。はい。確かにアメリカの 9.1% というインフレ率と比べればまだ総合で 2.1 でコアだと 0.8 ということですので、まあ、やめ時ではないんですね。はい。でこれが変わらない限りはまだいきそう。ちょっといきなりこれをですねリバースさせて円買いドル売りをするのにの方向にですね、いきなり傾くかっていうと、ちょっとそれは無理のような気がします。もう無理でしょう。はい、ね、じゃあこれがまず、ドル円という、円とドルの、まあ、反対方向の、まあ、材料があるということですね。じゃあユーロにもそういう材料があるのか。ユーロも実は同じような構造転換が今発生してきています。それが次のスライドになりますけれども、
欧州というのはよくここまで言われてきたのは世界最大の経常黒字圏です。ですから例えばドイツが物を作って車をたくさん作ります、高級車たくさん作ります、中国たくさん買ってくれます、これが結局欧州の貿易黒字、経常黒字というのを生んできたわけですけれども、今そこに大きな転換がかかっています。このチャート凄まじい勢いでこれ赤字になっちゃったんです。そうなんですよ、黒字、こんだけ黒字だったんだ。これだけドイツの経常黒字構造というのが定着してきたものがこの一気にロシアがウクライナに侵攻してエネルギー価格が上がったことによって結局支払いが増えたために、うん、直近の数字でドイツの貿易収支ですけど10億ユーロの赤字に転じてしまいまして、これが91年以来に赤字になったっていうのはものすごい転換ですね。そうです。何してました91年、聖子ちゃん。生まれたばっかりですか。生まれたばっかり、ちょうどその年に、ね、えらいとこ振ったな。生まれた頃の話、生まれた頃ですよ、ね、だからそれ考えたら今回 の、ね、ロシアのウクライナ侵攻だけでこんだけ動いちゃうわけですよね。そういうことなんです。だってもともとのだからもうドイツエネルギーはロシアに頼ってましたからね。それで結局制裁するとか言っていましたけれども、うん、今ねノルドストリーム1が定期点検中ですけれども、うん、11日から、うん、21日に定期点検終わりますけど、そこでガスが送られてくるかどうかです、うん、そうですね。慌てて今火力発電動かしてますもんね、はい、あれほど火力はダメだと言ってたら、ね、石炭買ったりしてますよ ね、はい、まあ、ガスがやっぱりロシア依存 40% もあるということ で、ね、はい、どうなるのかということで、まあ、すごく高くなってるわけですね、エネルギー価格が。あと輸出もちょっと中国の影響でできないっていうのもあるんですね。そうですね、ロックダウンの影響がちょっとありましたし、うん、あとサプライチェーン混乱してましたから中国の港に荷が上がらなかったっていう部分もありますから、うん、やっぱそういう側面が少しあるかなと思います。うん、また中国もいっぺんまたコロナ広がってるんでね、うん、なんかコロナだけじゃなくて、うん、コレラコレラ、うん、コレラかなんかも出たっていう、共同通信かなんか昨日言ってましたね。なんかまたその武漢あたりでっていう、なんかそんなニュースを目にしたような気がします。だからちょっとね、中国もまた経済再開できるかどうか怪しい感じということですね。まあそれだけじゃなくて、ユーロというのは来週ですか、 ECB 理事会がありまして利上げするはずなんですけど、金融政策面でどうなんですか。はい、21日に ECB 理事会がありまして、もうラガルド総裁が繰り返し伝えてますけれども、はい、最初の利上げは25ベーシスポイント 0.25% だって言ってますから、おそらく50ベーシスポイントいきなりやるっていうのはかなり無理があるんですよね、はい、でよく言われるのはやっぱり欧州というのは格差がありまして、うん、北部が強い反面で南部が弱い、特にイタリア、スペイン、あとはポルトガル、その辺はですね、あとギリシャもそうですけど、やっぱり経済力弱いわけですよ。ですからそこでいきなり50ベース利上げされちゃいますと、やっぱり経済がズタズタになっちゃうんで、ちょっと耐えられないっていうこと。それはやっぱり広い地域を一つの金融政策で賄っているなかなか無理のところなんですよね。ですからやっぱりインフレが加速する中でも利上げが追いつかないということで、やっぱりここでもドル円の中では日米っていうことでしたけれども、やっぱりここでは米欧の金融政策の格差というのがやっぱり今金利差のところにどうしても出てきているっていうことになります。はい、やっぱユーロ圏っていうのは大きいので、ドイツのためだけにできないわけですね。そう、本当だったらドイツのためにやりたいんでしょうけれども、うん、やっぱりドイツとして見ればやっぱりその戦後のハイパーインフレっていうのに直面して、うん、やっぱドイツとしては利上げをしたいわけなんでしょうけれども、やっぱり南欧のことを考えると、うん、ECB としてはそういうふうなですね、かなり高派な政策転換には至れないっていうのがやっぱり市場に見透かされてしまっている現状があるわけですね。そうですね、なんかイタリアの債券がだいぶ売られて金利が結構急に上がってきちゃってますね。上がってきてます。でドイツとの格差が拡大してきましたから、この欧州内ユーロ圏の格差の拡大っていうのは、これは実はユーロの売り要因ですから、やっぱりこの辺もやっぱりユーロが指名疎開になってきている一つの理由ですよね。はい、まあね、あの債務の問題があった時もね、
すごく揉めました。ということで、なかなか、アメリカのような急ピッチの利上げが難しいということで、なかなか欧州の金利は上がってこないというのが次のスライドですね。そうですね、はい、でよく言われるのが欧州で、じゃあどこ見ていくかというと、やっぱり一番信用力の高いドイツの国債と米国の国債、はい、特に政策金利の動向を反映する2年国債で見ていくわけですけれども、このチャートをご覧いただくと、黒がユーロドル、赤が米独の2年国債の金利差ですけれども、やっぱり金利差がこのユーロドルの水準を決定的にしていると言ってもちょっと過言ではないわけですね、これは。はい、どん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 ね、縮小ですね、これね、はい、うん、ということで、まあ、貿易構造も変わった、貿易赤字になった、で金利面でもこんなありさまということで、ユーロドル今パリティつけて1回反発してますけど、まあ、相場またパリティは割ってしまいそうですか。おそらくそうなってくると思います。来週例えば ECB が例えば利上げをしたとしても、もうとてもじゃないですけど、翌週に待っている米国にはもうキャッチアップできるわけないので。そうですよね、もうこれは絶対無理や、追いつくわけないね。だっていきなりヨーロッパがそれやから、 ECB が 0.75 から始めると思えないですもんね。無理ですよ、差は開くばっかりですよね。追いかけてんのにどん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 離されていってるような状況。今日のひょっとしたら、ね、アメリカの FRB は 1.0 やるかもしれんからな。そういうことです。結局ドル円と同じ構造になってきちゃってるわけですよ、ね、そうですね。ユーロももう貿易赤字で、もうなかなか緩和から抜け出せないという状況ですね。そういうことね。利上げはするんですけれども、ペースが多い、遅いということ。そう、遅い、ね、そんな急激にやれないでしょう。やれないです。やっぱり経済圏は広すぎるからね、やっぱりイタリアとドイツ比べるの無理ですから。無理なんです。それは同じ金融政策で、ね、一括りにするのどう考えても無理ですよ。無理やからな。でも日本の場合はね、そのインフレ率がまだ達成してないから、そのためにまだ緩和しますって言ってるから、円安になるのはまあ日銀がまあそれを誘導してる側面もあるんだけど、ヨーロッパの場合はもう利上げしたいけどできない、どうしようって言うんでどんどん売られてるんで、そっちの方がちょっとまずくないですか。いや、これ実はユーロの方がまずいんじゃないかなと思います。まずいですね。で、よく言われてるのは21日に本当にガスが来なかったらどうなるんだっていうことですけども、冬場はね本当に今夏場だからですけど、冬場の需要期にもしこんなことになったら配給どころじゃ済まないんですよね、はい、ちょっと想像するだけで怖いですね。怖いですね。だから今ちょっと本当にヨーロッパ大変なことになってるっていうのが、もうこのユーロ売りにつながっている。あれでもほんまに ロシアからのガス今はあれでしょ、点検でしょ。点検です。10日間だけ。点検を理由に止めた後、なんだかんだ言って送んないっていう懸念が出てるのよ。そうなるとロシアがなんだかんだ、まあ、夏場あれですけど、冬になって10月ぐらいからえらいことになるんですよ。寒くなるって言ってましたね。なんかね、もう9月10月ぐらいから、ね、でも10月がヨーロッパ位置的に言うと北海道の辺と変わらんから、そうそうです、うん、寒いですよ。まあ、寒いですよ10月ぐらいから。だからなんか配給制で使うとこ決めるみたいなね、そんな話。いや、そうなったら工場とか動かせないですもんね。いや、まずいですよ。工場が動かなくなって、そうするとますます赤字になるし、うん、ますます景気悪いから利上げできないってこと、うん、ますますユーロ売られてインフレだっていう、うん、だこの構造転換っていうのはやっぱ今年の前半、特に昨年の末とか、あるいは今年の 2月、ウクライナ侵攻したぐらいのところではちょっと想定できない事態が今なそうなんですよ、ね、起こってるんで。いや、ていうかずっとだからこの時点でロシアウクライナの戦争がまだ続くのかというのが今一番あれなんですよね。そうですだからもう終わりが見えないじゃないですか、これ。見えない、そう、うん、意外とその原油とかエネルギーが高いから、でそれを買う国が中国とかインドとかあるから、戦費が賄えちゃってるんですよ。そうやんね、結局のところね、締め上げが成功してないっていう。そうだからまあね、ロシアに経済封鎖してますけど、それが意外と効かない状態になってるね。結局筒抜けになってしまって、結局ルーブルも回復してしまったわけですから、これはちょっと本当に四面楚歌、四面楚歌というか、もう
ていうか、うん、まあ、ECB が打つ手がないんですよ。打つ手がないですよ。ですからこれはやっぱり3月の段階で、今7月ですけど、4ヶ月先が読めなかったわけですよね、うん、ということは今から4ヶ月先ですから11月ぐらいの状態っていうのはまた全然別の世界が待ってるかもしれないので、うん、今年は本当怖いですね。怖いですね、はい、はい、ありがとうございます。ここまで竹内のりひろさんに解説いただきました。竹内さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。北野誠のとことん投資やりまっせ。霧島聖子、レースクイーンなんです。GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、 リート ETF、 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD も GMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。北野誠のとことん投資やりまっせ。大橋ひろこ、投資家なんです。理事やってんねんて。マーケットのリアルということで今日は総実総合研究所安田佐和子さんです、うん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、今日は、どういうテーマでしょうか。はい、住宅市場が急減速でも住宅建設銘柄が切り返すわけ、うん、そうなんですよね。中古住宅販売件数って5月に約2年ぶりの低水準541万件っていう話がありまして、住宅銘柄売られると思うじゃないですか。でも確かに年初来で見ると大幅に下落しているんです。最初に一番最後のスライド見てもらえますかね、はい、10枚目のスライドなんですけど、はい、年初来で見ると基本的に S&P500 って20% ぐらいもちろん下がってますよね、はい、弱気相場入りするしないという話がよく聞かれますけど、はい、で住宅銘柄ってやっぱり 30% ひどいところは売られてたりもするんですよね。でこれ大手住宅建設メーカー3社を表してるんですけども、こうやって見るとそれはそうですよねって思うんですが、実はその6月の FOMC から見てみるとここを起点にしてます。でパーセンテージリターンですね、見てみると S&P ってわずか 0.8 しか上昇してないんですけど、例えばその最大手の DR ホートンですとかは 10% 超えて 13.7% 高とか、なんで、はい、レナーとかも 13.5% 高で、うんうん、なぜか今上昇してるんですよ、うんうんうん、で、まあ、この話がなんでなんですかってことなんですけれども、はい、まあ、本当に弱いんですね。1枚目のスライド戻りますけど、はい、住宅市場は弱い、はいはい、新築ちょっと切り返したとはいえ、もともと4月も2年ぶりの低水準でしたし、はい、コロナで経済活動が停止したぐらいの水準まで戻してきてしまっているような状態なんですよね、はい、で建設業のセンチメントも同じように経済活動が停止して回復してくる頃ですね、だから2年ぶりの水準までちょっと落ちてきているわけですよ、うん、でミシガン大学信頼感指数で住宅購入意欲指数なんかも入れてるんですけども、これなんかも過去最低でして、2021年のなんか初夏の5月ぐらいからキュンと下がってますよね、はい、うん、これ私間違ってるんじゃないかとも二度見したんですけど、これはCPI が前年比で 4% 超えになってくるタイミングで、はいはい、キュッと住宅購入指数も下がってるんですね。やっぱり金利先高感とか、はい、利上げ警戒とか、はい、まあ、そういうところもありましたし、あとはやっぱり価格が高騰しているっていうのがありまして、住宅の、はいはい、中古住宅市場というのはアメリカの住宅市場の約9割占めるんですけれども、中央価格がですね 40.8 万ドルだったんですね、うんうん、でこれって単純に、アメリカ人の中央値の所得で見るとどれぐらいかっていうと約5倍なんですよ。はい、でパンデミック前直前で見ると 2.5 倍だったんで、一気に2倍変わってるっていうので、はい、やっぱり価格高騰も重しになってるということがこれで分かります、うん、でもう一つやっぱり忘れてならないのは金利の上昇ですよねっていうところで、
6月13日週の数字で話題になりましたけれども、30年ものの固定住宅ローン金利ですね、こちらが 6% 近くまで上振れしたということがありました、はい、で、その過程で MBA 住宅ローン申請件数指数ってあるじゃないですか、はい、あれはその新規の購入と借り換え合わせたものなんですけれども、はい、こちらも見事に低下してまして、2019年1月以来の水準まで落ち込んでたわけですね。だから綺麗に金利の上昇と住宅購入指数っていうのは反比例して下がっていったと、そうですね、ということが分かります。金利が上がるとやっぱりローン組む人減ってるんですね。明らかにそういうことですよ ね、はい、まあ、そらそら当然ながらそうですよね。で、その流れで、オンライン不動産のレッドフィンというところが発表してた数字なんですけど、うん、住宅購入キャンセルの件数が増えてるっていうことを言ってまして、うん、はい、これも結構話題になりましたよ ね、 たね、はいはい、6月には約6万件の住宅購入がキャンセルになりましたということで、これは全体の契約のうちの 14.9% 相当ということで、これも、2020年のコロナ禍直後の数字以来の水準まで上がってしまったということになります、うん、ちなみにあのキャンセルが多かった100都市があったんですけど、一番その都市含まれる都市が多かったのがフロリダ州で、この多かった都市のキャンセルの平均割合が 23.6% ということで、かなり大きいことが分かりますと、うん、まあ、特にフロリダ州なんかはニューヨーク州だったりですとかニュージャージー州だったりですとか、東海岸の非常に物価が高くて家賃が高くて住宅価格が高いところから割と引っ越してくる人も多かった、うん、あとは金融機関が割と本社を移してきてたりですとか、アークなんかもそうですよね、はい、あとシタデルなんかもシカゴのなら、まあ、これはシカゴなんで北東部じゃないですけど、マイアミの方に移転させるということで、割と金融機関も移ってきてるということで、まあ、人口が増加している中で、まあ、住宅も売れてたんですけど、ここに来てキャンセルが増えてるってことですね、はいはい、ただしですね、確かに住宅市場弱いんですけど、あのいわゆる金融危機の時とは全然その、うん、金銭差が違う、中身が違います、うん、はい、まずはその新規住宅ローンの借り手なんですけども、うん、信用スコアって覚えてらっしゃいますか？ありましたね、で、サブプライム危機の時によく話題になりましたけど、あの620点以下がサブプライムで、だいたい720超えるとスーパープライムとか言われるんですね、うんうんうん、でその水準見てみると776でもう間違いなくスーパープライムの水準で、非常に信用スコア高いんですよ。いいんですか、はい、はい、やっぱり金融危機前の水準にやってくると710ポイントを下回ってるような状況ですから、明らかに、はい、あのこの住宅ローンの借り手の健全性は高いと、うん、いうことが分かります。貸し倒れにならない、貸し倒れにならないってことですね、はい、はいはい、で、その横の数字もですね、その720点以上の試合がどれだけ高いかってことですけども、うん、一番ね、あの丸い数字、丸のマーカーがついてる数字なんですけど、ね、一番下のなかなか見えないですよね、はい、これサブプライム620点以下の方々の数字なんですが、はい、金融危機前だったりしますともう 15% 近かったりしたんですけど、うん、今は非常に低くて 3% 程度なんですよね。あ、じゃあもうサブプライムローンっていうのはあんまりないんですね。ほとんど少なくなってまして、うん、ということから考えても非常に健全性が高いということが分かります、うん、あとですね、あの家計の不動産資産の金額に対して住宅ローン残高がどれぐらいありますかっていう数字なんですけど、2022年の第一四半期の段階で 28.1% なんですね。これ統計市場で最低なんで、そうなの、一応住宅価格上がってたこともあって、うん、不動産の資産っていうのは、まあ、拡大したわけですね、うんうん、でもちろんあの不動産ローン借りるときも価格上がってるから増えるわけですけど、それにしてもその割合は低いということなんです。はい、で、もう一つ言えるのは、あのネガティブエクイティってあるじゃないですか、はい、残債と評価額ですよね、はい、でこの評価額を下回るというようなことが今のところほとんどないと言われてまして、うん、でサブプライム危機の場合は4人に1人がそういう状態だったということを考えると、うん、本当にあの、まあ、フェドもよく言ってますが、家計というのはバランスシート健全ですということをここでも確認できますと、うん、あともう一つ、あのサブプライムローンで話題になったのがあの変動金利ですよね、はい、うん、そうやね、はい、あの時ね、あの時かなり話題になりましたけれども、うん、2007年の段階で見ますと、住宅ローンに占める変動金利の割合って 36% もあったんですよ、うん、で今いくつですかっていうとたったの 8% なん で、うん、で今金利上昇してますけど、うん、あの変動金利に変わって負担が払えませんっていう人っていうのは意外と少ないですよっていうことも分かります、うん、だから
あの時とは違うっていうのがこれで分かりますよね。まるまるショックみたいなことに発展するというのは考えにくいですかね。差し押さえが急増するというリスクはあの時より格段に低い、格段に低いってこと、ということですね。だからそういう意味で言うと今のところ健全なんやね。そうなんです、住宅ローンの質が、質は非常に健全ですね。で、もう一つですね、あの今までと違うところがありまして、そもそも足元の住宅バブルって、まあ、低金利で需要拡大して価格がつり上がって所得に見合わなくてというのは確かにそういう構図なんですけど、何より在庫がないんですよね。在庫が少なくって特に中古住宅っていうのは過去最低更新するぐらいの勢いだったんですよね。中古住宅は住宅市場のうちの約9割ですから、これが過去最低になってしまうと何が起こるかってことですよね。価格上がって需要もあるのに価格上がっちゃうってことになっちゃいますと、はい、で新築はだいぶ戻してきてるんですけども、やっぱり新築の方が価格は高いじゃないですか、で中古住宅だったら、まあ、41万円ドル割り切るぐらいですけど、やっぱり新築は44万ドル、4万ドルでも結構大きいですよね。500万円ぐらい違うわけですから、そうなってくるとやっぱり中古に行くわけですけれども、でも中古もやっぱり未だに低水準ということで増やさなきゃいけないんですよね、在庫もっともっとね、はい、なんですけど残念ながら住宅着工件数も金利の上昇だったりですとか価格の高騰でやっぱり需要見込めないってこともありますし、あと供給不足ですよね、ロシアからの木材が入ってこないとかもありますけど、そういったところの供給不足だったりですとか、あとはやっぱり労働者が不在足りないってことで建設になかなか増やせないっていう問題もあって、どうしても在庫問題って続いてきちゃうんですよ、でしかもですね、基本的にあの慢性の住宅不足になってまして、で新築住宅っていうその数なんですけど、あのアメリカって人口増えてる国じゃないですか、世帯も増えてるわけなんですが、加えてあの老朽化した住宅とか、あの台風とかハリケーンなんかで、竜巻とかで、まあ、そういった災害によって修復しなければいけない住宅なんかもありますよね、でそういう住宅なども合わせてどれぐらい今足りないんですかっていうと640万件ぐらい足りないって言われてます。そんなに結構足りないんですよ、かなり足りなくて、そんな足りない、はい、あと40から680ぐらい足りないって言われてて、だそれぐらい足りない中で価格がやっぱり需要があって価格もやっぱり釣り上がっちゃったんですね、はい、で逆に言うとあのそれだけ需要があるっていうことは変わらないんで、はい、まあ、金利が落ち着いて、はい、価格も調整してくれたら、まあ、買い手はいくらでもいるっていうことでもあります。だそれがやっぱりあの時とは違いますよってことですね、はい、でもう一つその住宅在庫が少ない理由としましては、いわゆるその55歳以降の中高年齢層の方々に占める割合が非常に高いんですよね。で彼らの方がもちろんね、あの年齢が高いほど資産形成しやすいわけですし、キャリアも積んだということで、まあ、住宅買いやすい状況ではあったわけですけど、2008年に55歳以上の割合どれぐらいだったかというと 39.2% だったんですが、はい、2022年には彼らが占める住宅市場保有者の割合ですけど 54.2% が上がってるんですね、で逆に35歳から54歳は2008年の段階では 40.7% で実は55歳以上より上回ってたんですけど、直近は 33.8% まで低下しているということで、若い世代に回ってないんですね、回ってないんですね、で55歳以上の方々、これ2018年の数字なんですけど、まあ、現在の住宅に住み続けたいという方々が 76% なんで、なかなか在庫出てこないですねっていう問題がありますってことがこれでわかります、はい、まあ、需給という意味で考えると、まあ、この建設住宅メーカーっていうのはまだ全然伸びしろあるってことですね、はい、というような見方ができるってことですよね、はい、でしかもあの CPI 今回出まして、家賃なんと 0.8、 前月比で 0.8% 上昇、はい、1986年以来の水準まで跳ね上がってしまいましたが、家賃上がってんねんな、上がってるんですよね、やっぱり住宅買えないということもありまして、で実際にその全米の5月家賃提示額ということですかっていうと、あの大家さんが大家さん の、 あの希望小売価格みたいな提示している価格になって、あの必ずしも実際に、借りている方が支払っている金額ではないんですが、これが実は初めて2000ドルを超えたんですよ、5月になって、で前年同月比で 15.2% も上昇しているということで、いかに鋼が上がっているかが分かりますということですね。なのでこういった家賃の値上がり見てましても、やっぱりもともと買いたい意欲っていうのはあるわけですよね、はい、買った方が早いよってこともあるんで、でもやっぱりそれには金利の調整と、あとはその価格の下落が必要ですということになります、
で、まあ、それをやってくれるのがまあ FRB って話で、はい、で100ベーシス、まあ、1% ポイントの利上げって話が出てきてまして、今回の CPI でいよいよそういう観測高まってますよねと、はい、ちなみに1980年の10月以来になります、 1% の利上げっていうのは。1980年10月にはあった、はい、ありました、はいはい、でそういう話があるとやっぱついてきてもらうのはやっぱり景気後退懸念じゃないですか。そうですね、はい、で今までその労働市場が大丈夫だから利上げできるよっていう話で、確かに6月の労働あの雇用統計前年前月比で NFP が 37.2 万人プラスですから、うん、強かったね、強かったんですけど、うん、ちょっとおかしいかもしれないっていう話がありまして、はい、そもそもその雇用統計の NFP ノンファンペイロールっていうのはあの事業所調査なんですよね、はあ、でこれは何かっていうとベースが給お給与量のデータなんですよ、はい、で一方で家計調査でも就業者数っていうのを算出してまして、これは家計の聞き取り調査なんですね、はい、で何かに違うかっていうと、うん、給与のデータなんで仕事を複数持ってる人っていうのは給与も複数あるから複数カウントされるんですよ。あーなるほど、はいはい、例えばあの聖子ちゃんやったら、はい、レースクイーンやってます、はい、モデルやってます、はい、お給与2つあります、あ複数の職で、はい2件増えましたってなるわけですよね。あ、なるほど、あそういうことか、はい、だけど聖子ちゃんは1人だから家計調査では仕事持ってます、複数の仕事は持ってますけど1人ってあるじゃないですか、はい、っていうことなんですよ。なるほど、でこれで見てみますとあのノンファンペイロールですね、非農業部門就労者数 37.2 万人プラスでしたが、うん、家計調査での就業者数っていうのは6月 31.5 万人マイナスです、うん、マイナスなんですよ。おかしいですね、はい、6枚目のスライドの右側ですね。で、ノンファンペイロールの3ヶ月平均は 37.5 万人プラスです、はい、だけど就業者数の3ヶ月平均は4月と6月にマイナスなんで 11.6 万人のマイナスです。あれでこういう数字を出ているので、うん、はい、ゴールドマンサックスの首席エコノミストも、うんうん、堅調な NFP っていうのはもしかしたら実際の雇用の伸びを誇張してる可能性があるって言い始めてるんですよね、うんうんうん、で実際に私ちょっともうちょっとあの深掘りしてみたんですけど、はい、6月だけで見るとフルタイム労働者 15.2 万人マイナスです。で、パートタイム労働者 32.6 万人マイナスです、はいはい、でも複数の職を持つ労働者 11.9 万人プラスです。あで、あの季節調整済みではないっていう話もあるんですけど、逆に今の状況っていうと雇用増えやすいんで夏季休暇に入ってきたりするんで、うん、ってことを考えたらやっぱりちょっとこの数字あれって思いますよね、うんうん、だから複数の仕事を持ってる人たちが実は非農業部門就労者数 NFP を押し上げたかもしれないっていうことです、はいはい、で実際に複数の職を持つ労働者どれぐらいいらっしゃるんですかっていうことなんですけど、6月743万人でしたと、うん、で面白いのが週あたり労働時間ですね。これね 34.5 時間で低いんですよ、はい、横ばいになってるんですけど、うん、何が言いたいかっていうと複数の職を持ってると残業できないじゃないですか、はい、だからこう必然的に労働時間ってやっぱり一つの職について短くなりますよ ね、はいはい、でそういうことが実は起こってるって話なんです、うん、はい、となると、もう労働市場はものすごく強いからいつまでも利上げできますよっていうシナリオはどうなの？意外と、100ベーシス 1% の利上げをしたりですとか、9月もね、うん、50ベーシスってまた話も出てきてますし、75とも言われてますが、はい、大幅に利上げをすればやっぱり山高ければ谷深しになってくるので、うん、景気の影響がやっぱり懸念されるということですよね。そうですよね、はい、だから意外とできないかもしれないというのはもしかしたら住宅メーカーにはプラスかもしれないっていうということです。ということにつながっていくわけですね、はい、ここまで安田佐和子さんでした。どうもありがとうございました。北野誠のとことん投資やりまっせ、桐島聖子投資家1年生です。
さて今日のテーマ、これだけは贅沢してます。はい、こちらでございます。ちょっと待ってください。こちらでございますけど、はい、レモンラムさんからです。以前お米屋さんがお米は精米して1週間以内が一番おいしいと言ったので、お米屋さんで2キロずつ精米して食べきってます。ご飯だけは譲れませんということですね。主食ですか、日々食べますね。はい、はいはい、続いて中健さんです。妻と鉄道を食べに出た時はよくグリーン車に乗ります。行きは普通の指定席でもいいんですが、帰りはゆったりとした席に乗ろうよと妻から言われるのでグリーン車を選びます。足元は広々としてるし、帰りだけならこんな贅沢もいいと思っています。確かに新幹線のグリーン車、はいはい、心地いいですもんね。ポケットラジオさんです。食べ物贅沢しています。山形のさくらんぼ、佐藤錦、岡山の桃や岐阜の鮎など高くても旬のものはがっつり食べたいですね、ということで、はい、贅沢したいということです。23時26分を回っています。北野誠のとことん投資やりまっせ。霧島聖子、レースクイーンなんです。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。さて聖子ちゃん、そしてなんちゃんも出品しているアダムバイ GMO の NFT の無料配布キャンペーンですけど、はい、なんか大好評で予定配布枚数に達しちゃってるんですか。そうなんですよ、早々にちょっと、はい、予定配布数終了しまして、ありがとうございます、はい、皆さん、はい、現在キャンペーンのページストップしちゃってるんですけど、はい、この度近日中に再開することが決定しました。すごい、今用意中で今チェックしてます、はい、ということでね、入手できずに残念な思いをしてしまった皆さんね、これからぜひ再開をお待ちいただいて、はい、アダムバイ GMO で NFT 無料で配布しているということですので、ね、そうなんですよ、大放出祭りですので皆さんよろしくお願いしますね。はい、ということでご期待いただければと思います。さあ、マーケット今ちょっと大荒れですけれども、先ほどカナダが 1%、うん、カナダを上げたんですけど、 0.5% も利上げをしたということで、うん、もしかしたらこれアメリカを 0.75 から 1っていう話もあるんですね、が出てくるかもしれないですね。来週の氷、あ、今週か、来週氷売上だとかまた強かったらね、今週末ですね、はい、という数字もありますのでね、はい、このところ、本当に利上げラッシュが続いております。今日は後半安田沙子さんをお迎えしましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ではまた来週です。また来週お会いしましょう。